じゃーん。はい、皆さんどうもこんにちは、アミタです。今日はね、昨日僕が両国国技館に観戦に行った時の話をしたり、ちょっと買ったものをね見たりしながら話していきたいと思います。ただ僕が楽しそうに昨日観戦に行った時のことを話すという、そういう動画です。はい、まあ、まずね、昨日は僕はね、なんとね、末席の7列目ぐらいだったかな。結構いい位置で、西の7列目ぐらいだったかな。うん、結構いい位置にいて、もう僕ね、末席で大相撲を見たことがなくて、まあそもそも大相撲を初めて見に行ったのが前回で、前回は2階の一席あったんで、まあ見えたんですけど、ちょっと遠かったと。で、今回はやっぱね、近いと迫力がね、違いますね。まあ今無観客だから、音もね、リアルに聞こえるし、立ち合いの当たった音とかね、こう力を入れてる時の音とか、転がっていく音とか、もうリアルでしたね。まあそしてね、僕ね、もうミーファーファンなんで、もう買っちゃいましたね、これ。じゃん。飛び猿タオル、はい、金色。今はねちょっと回しは青になってるんでちょっと違うんですけどね、この金色の飛び猿タオル買っちゃいました。しかもね、2つも買っちゃった。こっちはまだ開けてないんですけども、これはねちょっと、まあ、誰かしらにあげるか自分で使うか、まあ、したいと思います。金の飛び猿タオル2つゲット。そしてこちらも買いましたね、逸ノ城照ノ富士、まあ、上腹シリーズですね。はい、前回行った時に石浦先輩の買ったんですよね。なのでもう上腹は、まあ、幕内力士はね、幕内経験者か、とりあえずコンプリートと。でまあね、今十両にね修羅の海と水戸龍もいるんですけども、そちらはね、まあ、出次第買いたいなと思います。昨日はねこれを振りながら応援したんですけど、見つけた人いたから、西だったらあんま映んないか、うん、なので映ってはないと思うんですけども、もう本当にね、まあ隣にいた人にいろいろ相撲のねうんちくを語りながら見てましたね。まあただ一つね、残念だったのが翔猿関昨日負けちゃったんですよ。で前回僕が行った時も負けちゃって、7月場所だったかな、なんかね俺疫病神みたいになってんのかなと思って、ちょっとね3回目が怖いですね。関係ないと思いますけどね、特に今場所はね相手も強くなってるからなかなか勝つのは大変。昨日もねいい相撲あったんですけど、最後ちょっと負けちゃって残念でした。まあ、今場所はね、すでに横綱が最初からいなくて、大関が、まあ、今日正代関が休場ということで、もう二人もいないと。で、残りはね、貴景勝関しかいない大関は。でも4連勝。あと、北勝富士関も4連勝ね。これはね、また栄フィーバーあるかもね。埼玉栄フィーバー。うん、正代関はもしかしたら途中で戻ってくるとかもあるのかもしれないけど、昨日見た限りはね、本当に何もできてなかったから、うん。相当痛いんだろうなーって感じでしたね。なんだろう、捻挫かな、捻挫なんじゃない。いやー、捻挫は地味に痛いからね、しんどいですね。まああとね、一つ二つかな、とても嬉しかったことがあって、お土産、これを買うために、まあ、お土産コーナーに並んでたら、目の前にね元天海峰音羽山親方の、まあ、南先輩いたんですよ。日大の先輩が売ってたんですけど、そこに並んで買おうとしたら、あ、アミタだって気づいてくれて、まあ、僕もマスクしてたしね、そんな、まあ、何回かもちろん会ったことはあるんですけど、そんなすごいね面識があるかっていうとそうじゃなかったんで、めちゃくちゃ嬉しかったですね。はい、わあ、アミタって言われて、で僕がまあちょっとこれ欲しいんですけどっつったら、あ、ここじゃないよって言われて、で、あ、そうなんですかっつって教えてくれて、でいつも YouTube 見てますって言ったら、俺は見てるよってくれて、もうめちゃくちゃ嬉しかったですね。一気にね音羽山親方のことね好きになりましたね。まあそれはね本当に嬉しかったですね。まあ僕みたいなね、弱小 YouTuber のことを知っていただいて本当にありがとうございますということで、はい。そしてもう一つ、駅のホームですれ違った力士の方に気づかれましたね。普通に階段降りてたらエレベーターから上がってくる力士の人に気づかれて、あっと思われて、多分ペコって会釈されて、僕もあペコって返したんですけど、はい、福山瀬名くんですね。専修大学から、はい、大相撲に入った。福山くんにね、気づいてもらって、あれ多分福山くんだよな。福山くんだと思うんですけど、会釈されましたね。まあ本当にね、そういう風に気づいてもらえて、まあ嬉しかったです。はい。ということで、僕が楽しく大相撲に観戦していった時の話をする動画でした。じゃあね。